WBA ライトフライ級スーパーチャンピオンの京口博人選手が PCR 検査を受けて陽性反応が出たと。でこれによって当初予定されてました世界戦が中止と。まあ非常にね楽しみにしてた一戦なんで、もう本当に残念としか言う言葉がないですね。で自身のね世界戦を初のこう YouTube 公開ってことでね、非常に楽しみだったんですけど、まあ本当に残念ですよね。まあでも症状がねないってことで、まあ、重症化するリスクっていうか可能性はねわかんないですけど、まあとりあえずね京口選手の安全が第一なんで、まあ、これはね仕方がなかったと。いったところで、なんでも相手のね選手にも本当にねあれですけど、まあ、今回ばかりはね誰が悪いわけでもないんで、って思いましたね。以上です。